寒流寺、寒流寺は、岡山県倉敷市町にある神言、総王室派の寺院である。三号は宝珠山。自覚は別格本山。寒元年、京節市により現在の倉敷市西岡に、自称院の立中として改装。当時は北斗山宝釈院と称していた。室町時代に、鶴形山の麓、現在の駐車場の場所に移転し、 寛永元年現在の地に再移転し、同年に宝珠山干流寺と改称された。江戸時代中期の1740年代に2度にわたり、ガランが消失。本堂は、寛永2年に再建以降時代に整備し、現在に至る。同じ鶴型山の養賢宮は、室町時代末期に倉敷村の鎮守として、現在の干流寺の場所に祀られ、 文禄三年に現在地に移転した。寛永元年に未竜寺が妙見宮別当となったが、明治二年神仏分離令により、妙見宮は分離され、八神社に改称している。慶応二年、江戸幕府崩壊前、幕府直轄領だった倉敷は、長州藩の敗下にあった第二騎兵隊の脱走兵、約100人が攻め入り、現在の倉敷アイビースクエアにあった。 倉敷大官渉を襲撃した後干流時に陣を張った。脱走兵は兵糧と軍資金を調達し、翌朝には出て行ったが、左手かもいもには槍の傷跡が現在も残っている。江戸時代に二度仮乱を消失するも、その都度復興し、現在、本堂、大志堂、三門、客殿、栗、伊廃堂、淡島堂、妙見堂などを有する。 再建された本堂の屋根瓦は古いもので、約250年前のものとされ、つどもや林道、菊などの門が刻まれている。首狼は昭和時代末に再建され、瓦は様々な文様が使用された。この首狼からは倉敷美観地区が一望できる。ありがとうございます。